はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、私は美容クリニックで働いている看護師です。先日の動画の看護師に嫌われる美容外科医の特徴10選は看護師の私たちが見てもすごく勉強になりました。できればその逆バージョンの美容外科医に嫌われる美容ナースの特徴10選っていうのもやっていただきたいです。よろしくお願いしますっていうことですね。まあせっかくなんでやろうと思うんですけれど、まあざっくりね、10選というか、まあざっくりだいたい10ぐらいピックアップして箇条書きにしたんで、それを順番に話そうと思うんですけれど、まあ基本的にその僕が今までいろんな病院で働いてきたりとかして、それでその思ったことを話そうと思うんですけど、基本的にそのうちのクリニックのナースの話ではないですので、今うちのね高須クリニックで働いているナース、本当に優秀な人たちばっかりで、本当に真面目にねよくやってくれてるんで、すごく常日頃ね感謝してますんで、まあ一般論としてのねお話で、まあ軽くね10選お話ししようと思います。じゃあまずはね、そのおしゃべりがすごい多い人、これはねアウトですね。まあ多分その美容のナースで手術中とか仕事中とかぺちゃくちゃおしゃべりする人、前の病院でおしゃべりするのが普通だったので、で美容のクリニックに就職してもおしゃべりしちゃうと思うんですよね。だけど美容の患者さんってすごい高いお金を払って健康な体に変えるって感じで、病気の治療が来るわけじゃなくて、やっぱりその自分がね治療を受ける立場で、近くでねスタッフがぺちゃくちゃおしゃべりしてたりとか笑い声が聞こえると、すごくね気分が悪いんですよ。これもちろん普通の病院でも同じことなんですけれど、基本的にこれはアウトですね。普通の病気をね扱う病院でもぺちゃくちゃおしゃべりってね、まあ、よくないと思うんだけど、美容になるとより一層ねこれが重要視されますので、おしゃべりするのはね基本的にアウトですよね。あとは愛想が悪いナース、これも良くないですね。やっぱり美容の患者さんね、その病気じゃない人が高いお金払ってゼロからプラスに持っていくっていう治療をするわけなので、基本的にちゃんと接客しないといけないですね。なので患者さんに対してちょっと横柄になったりとか、上から目線になったりとかね、そういうのはアウトですね。あとその患者さんによって態度が違うとかね、この患者さん大したことないなとか思って、ちょっと上から目線にね雑に扱うとかね、まあ、そういう人ね、まあ、たまにいるかもわかんないんだけど、そういうのはダメですね。あとまあ日によってその感情にムラがあるとか、その日によって態度が悪いとかね、まあ例えば前日に何ですか、なんか嫌なことがあって彼氏と喧嘩したりとか、彼氏と別れたりとかして機嫌が悪くて、それの態度がねその仕事中に出ちゃうとかだと、やっぱり周りで一緒に働いてるスタッフ、周りで一緒に働いてるナースとか医者たちもすごくその気を使うんですよね。その人がピリ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 してるので、またあの人機嫌が悪いわよ、昨日何かあったかしらみたいな感じで、その態度が患者さんにもね出ちゃったりとかすると、患者さんもすごい気分悪くなるので、まあ、基本的にそのちゃんと接客ができなくて態度が悪いっていうのは良くないですね。あとね、まあ、美容のナースの特徴としてはね、まあ、手術中なり処置中にね、あっとかね、あしまったとかね、あすいませんっていうのは絶対アウトですね。これはもう別に美容じゃなくて他の病院のね、普通の病気を治す治療のナース、局所麻酔である手術中やってるナースとかも同じなんですけど、特にこれね美容に関しては注意しないといけないですね。やっぱり美容の手術ってほとんどの場合がね全身麻酔じゃなくて局所麻酔とかで意識がある状態でやる治療が多いんです。あとまあレーザー系とかね注射系とかもそうなので、まあ、処置中にね何かね思い出してね、あとかね、あしまったとか言うと、患者さんはそれビクッとね気にしちゃって、何か私の顔にする治療で間違えたのかしらとか失敗したのかしらと思って、やっぱりネガティブな思いをして、でそのせいで結果が悪いんじゃないかとかですね、そのマイナスに考えるっていうことが多いので、まあ、絶対に手術中、処置中に「あ」とか「すいません」とかね「あ」とか「忘れてた」とかね、絶対これ言っちゃいけないんですけど、そのたまにやっぱり言っちゃうナースっていると思うんですよね、なんか口癖で、これ絶対アウトですよね。
あとはね、清潔不潔の区別がつかない看護師さん、たまにいるんですよね。例えば手術室とか、その清潔不潔をね、しっかり管理区別するところで働いてた職歴がある人だったら本当にきっちりできるんだけど、そういう経験がない看護師さんだと、例えば豊胸手術とかね、何か大きなインプラントを、人工物を使う手術なんかは、きっちり清潔管理下でやらないといけないんだけど、それがね、すごいいい加減になっちゃってる人、それは良くないですよね。機械の準備する時でも、もうベタ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 触っちゃったりとか、術医切る時でもなんかいろんなとこベタベタ触ったりとか、で術医来て豊胸手術の介助をつく時でも、例えばそのこう汗かいた時にこうやって汗拭いたりとかね、こうマスクずれた時にこうやってマスクずらしたりとかですね、なんかそういうこと平気でする人とかいるんですよ。あとそのね、術医来て手袋もつけてるのにこうやってライトをね動かしたりとかね、絶対やっちゃいけないことを平気でやっちゃう人ってたまにいるんで、そういうのはちゃんとね学習してね練習しないといけないですよね。だからそういうのって昔だったらね、おーい何してんだってね怒るんですよね。昔だったらね、その美容じゃなくて他の心臓の手術とかね、整形外科の人工関節とか人工物使う手術なんか特に、もしそういうことをする看護師とか医者がいたら何してんだおいって怒鳴るんですよね。だけど今はねそれやっちゃいけない時代になっちゃったんで、そうすると優しく注意しないといけないんですよね。例えば心臓の手術中にね、このナースがライトを動かしてボールペンポトってね心臓の上に落っことしちゃった時に、おい何してんだこらって昔だったらそれが普通だったんだけど、今それやっちゃうとやっぱりそういう免疫がない人たちが多いんですね。僕らの世代だったらもう子供の時からビンタされたりとか怒鳴られたりとかですね、廊下に立たされたりとか当たり前だったので、僕らがその20代とかで入った時なんかは怒鳴られても免疫があるから自分が悪いんだって思ったんだけど、その今のその20代の子たちなんかはその怒鳴るとですね、やっぱりそれですごく深く傷ついてしまったりとかするんですよ。それで仕事休んだりとか仕事辞めちゃったりとか、精神病んでしまってうつ病になったりとかってあるので、優しくし注意しないといけないんですね。で優しく注意するとなかなか1回では改善しないんですね。きつく注意してするとね、恐怖を味わうので、やっぱり恐怖を味わうとですね、それが深く記憶の中に入って二度とこれはやってはいけないんだっていう風になって同じミスを繰り返さなくなるんだけど、やっぱり優しく注意するとやっぱりまた同じミスを繰り返すようになるので、もう何度も何度も優しくね、時間かけてね注意していくしか、しょうがないなって思いますね。ごめんなさい、話が逸れちゃったんですけど、あとは雑な看護師さん、これはあんまり良くないですよね。やっぱりその美容の手術ってすごくその細かいことをやるので、雑な人はねあんまり向いてないです。これ医者も同じだし看護師さんも同じで、やっぱり世の中にはすごく繊細で細かいことをやる人、どっちかというと神経質な性格の人もいれば、すごい雑な大雑把な性格もの人もいるんですよ。で美容医療、美容外科手術にしても美容皮膚科にしても、どっちかっていうと神経質で細かい人の方が向いてるんですよ。医者にせよ看護師さんにせよ。だけど時々その雑な人ってやっぱりいるんですよね、医者でも看護師でも。例えばその鼻の手術をする時の処置をする時に、看護師さんが手術前にね鼻毛切って鼻くそも取って鼻の穴の中掃除してって処置してくれるんだけれど、その時にですね、手術前の状態で処置した後なのに鼻毛とかね鼻くそとかもうこびりつきまくってるとかね、そういうのは良くないですよね。その状態で手術するとプロテーゼなり軟骨とか入れると、その軟骨と鼻くそとかね鼻毛とかって必ず雑菌がついてるので、その状態で手術するとプロテーゼとかね移植した軟骨のとこにね鼻くそとか鼻毛が一緒についちゃって雑菌がついて感染するってことがあるので、すごく繊細にね綺麗にやんないといけないわけであって、そういうのは大事ですよね。あとはね、その美容に関してじゃないんだけど、完全な指示待ち人間の人、気が利かない人、そういう本当に個人差があるんだけど、やっぱりそのドクターなりその
上のナースなりが次やることを予想して頭を使って自分も動くっていうことをやらないといけないわけですよね。全体がうまくいくように、まあそれがあんまり得意じゃない人っているんですよね。やっぱりその医者でも優秀な医者もいれば、まあ優秀じゃない医者もいる。看護師さんもすごい優秀で気が利いてね、常に勉強してて何でもできる看護師さんもいれば、あんまり何にもできない人もいるわけなので、個人差はあると思うんですけれど、その完全な指示待ち人間で自分から動かない人って時々いるわけで、まあ、例えばその患者さんを案内して、で医者がね、二重の手術だったら二重のデザインして、でベッドの上に寝てもらってっていう流れの時に、そのまあ普通はね、医者がその医者の仕事と看護師の仕事っていうのがあって、医者がこのデザインして、じゃあこのデザインで手術しましょうねって言って、でそうすると看護師さんが、じゃあベッドの上に横になってくださいねって、こういうぐらいのところに来てくださいねって言って誘導するんだけれど、医者がこのデザインしてって、でも看護師さんが動いてくれなくて、で全部医者がやらないといけないってことがあるんですよね。じゃあこちらのベッドの方に寝てくださいね、でここ頭に来てくださいねって、これ苦しくないですか、じゃあ手術始めてきますよって、その間そばでついてる看護師さんがずっと微動だにせずピターってね、何もしないとかね、まあ、そういう人時々いるんだけど、まあそういう場合はちゃんとね、自分から動くようにしないといけないわけですよね。なんでまあ、その上から目線で言うわけじゃないんだけれど、まあ、本当に優秀で気が利くナースで、この人と一緒に仕事するとすごくうまくいくなっていう人もいるわけであって、やっぱりそういう人ってその医者が次何をやるのかとか、この医者は次何をしてほしいのかっていうのが分かって先回りしてやってくれる人なんですよね。そういう人と一緒にやるとすごいやりやすいっていうのがあって、まあ、例えばその何ですか、ライトを当てるとかなんとかでもね、で、あんまりその先回りしてやれない人だと、医者がやることにかぶせて動くっていうことをして、それだと逆に邪魔なんですよね。ライトが当たってないから、じゃあ自分でライト当てようとすると、そうするとそれにかぶせてナースがパッとやるとか、医者が何か物を取ろうとすると、それにかぶせてナースがパッと取って渡そうとするとかって、逆にやりにくくなるんですよね。だったら最初からやってくれると、でその間に医者は他の必要なことをやってっていうことができるんだけど、何したらいいかわからないかわかんないんだけど、医者のやることにかぶせてやるとかえってやりにくいので、むしろ医者が何かやろうとしたらそれを やらせてくれて、医者にで、その間に次にその医者が何をやろうかっていうことを頭の中で考えて、で準備するっていうとすごくスムーズに流れるんですよね。やっぱり基本的に手術っていかに短時間で簡潔に終わらせるか、完璧に終わらせるかっていうのが大事で、やっぱり手術って余計なことすると余計に出血したりとか、余計に手術時間が長くなったりとかして、で手術時間が長くなると、それだけ術野が外気に触れる時間が長くなるので、感染する確率とか上がるし、術後の腫れも強く出たり長く続いちゃったりとかするので、いかに手術っていうのはその簡潔に完璧に無駄なく短時間で終わらせることができるかっていうのが大事なので、あんまりこういうこと言うとね、この先生細かいとか言ってね、気持ち悪いとかね思われちゃうかもわかんないんだけど、特にねやっぱり美容の手術とか形成科の手術ってね、やっぱりこういう細かいね、僕細かいって思われるかもわかんないんだけど、細かい人が多いです。なぜなら患者さんもすごく細かいからです。患者さんもすごい細かい要望を言ってくるので、それに対応するように美容の医者もナースもすごく細かく神経質に細かいことにこだわらないと、患者さんを満足させることができないですからね。はい、という感じでございますね。あとはね、0か100かの判断しかできない人って、これ困るんですよね。その応用が効かないタイプの人ですよね。例えば手術中にその看護師さんがね、介助で術や吸引してくれるじゃないですか、出血とかある場合で。その吸引って本当に必要な吸引だけしないといけないんですよね。例えば医者が細かい作業をやってて、そこで血がじわっと出てるんだったら、その作業の邪魔にならないように吸引管をそばにつけてくれて、チューとやって術野をきれいにして、そうやって医者がね縫いやすくするとかね、そういうのが必要なんだけれど、
全然関係ないところだけギュ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 吸ってて揺らして邪魔したりとか、その吸う必要がないのに吸うと逆にそれが邪魔になるし、それは同じガーゼで拭くのも同じで、ガーゼで拭くのって術野が汚れてって医者がその状態だとやりにくい場合に先回りしてパッとガーゼで拭いてくれるとそのパッと縫うことができるんだけれど、その例えば全然汚れてないのに、なんかそのとりあえず拭くみたいなことをやると、その時間が邪魔になるし、その押すことによって術野が揺れたりとか動いたりとかして、逆にやってほしくないんですよね、余分に時間がかかるので。なのでその本当に必要なことだけやらないといけないんだけれど、で、まあ、例えばその必要じゃない吸引をしてて、ここ今吸引しなくていいよって言うと、でそうするとね、何にも吸引してくれなくなる人っているんですよね、うん、でいや吸引してよって言う、でなんであの人吸引できないんだろうと思って、で吸引してよって言うと、いやさっき先生吸引するなって言ったじゃないですかって言って、いや吸引すべき時には吸引して、吸引しない時は何もしないでほしいんだよっていうことなんだけれど、その必要なことと必要じゃないことを分けて臨機応変にその応用を効かしてやってくれるっていうことができなくて、0か100かの判断しかできないっていう場合は、そのすごい困るっていうことがあるよっていうだけですよね。別にこれ愚痴言ってるわけじゃない愚痴言ってるわけじゃないんですけど、あとはね、そうだね、そうだね、やっぱり本当にその手術中って必要なことだけして余計なことをしないっていうのはね、すごい大事なんだよね。まあ、例えばさ、まあ、美容以外でも心臓外科とか脳外科とか その優秀なね、外科のチームってあるじゃないですか。大学病院なり大きなね、日赤病院とかね、いろんな地方の病院とか行っても、めちゃくちゃ心臓の手術がうまい先生、めちゃくちゃ脳外科の手術がうまい先生とかいて、大体チームでやってるんですよね。執刀医のね、一番偉い先生がいて、その介助する医者がいて、その周りにナースがいてって、やっぱりみんなね、優秀な人間が集まって、でいつもね、同じメンバーで手術やってると、あうんの呼吸になるんですよね。もういちいちね、執刀医がね、あれ出してこれ出してって言わなくても、そのいつもやって、大体そのこの先生次何をしてほしいのかっていうのが分かって、でそういうもう言わなくても準備してくれて、手広げるだけでパシッて渡してくれて、そうするといちいち言わなくていいから、その分時間が短縮できて、短時間で綺麗な手術ができるので、まあやっぱり優秀な外科のチームってあうんの呼吸なんですよね。うん、なのでまあ流れるようなね、手術するのが理想だよっていう話なんですよね。まあなかなかそれも難しいですけどね、そのチーム組んじゃうと、そのナースだけばっかりその手術につけることになっちゃって、そうすると他のナースが手術つけなくて、そうするとその優秀な医者がその手術につけるナースとつかないナースっていうのを振り分けちゃうと、そこで線引きしちゃって、そうするとその つく側のナースがですね、モンスター化しちゃうっていう可能性もあるので、まあ難しいところなんで、まあ基本的に僕はそのナース全員にね、自分の手術つけるようにしてるんで、なかなかそういうチームっていうのをね、完璧に作るっていうのは難しいなって思ってるんだけど、まあこれは多分どこのクリニックの経営者も同じことを悩んでるとは思うんですけれど、うん、っていう感じで、まあ基本的にその術野を見て、次に何が必要なのかっていうのを予想して、でいつもそれで手術を見てると、大体同じような手術をね、繰り返すので、今後もね、大体次に何が必要なのかなっていうのはね、分かってくるんですよね。うん、っていう感じで、まあ結局その外科系のナースっていうのは、その外科医と一緒で、外科医っていうのもやっぱりね、個人差があるんですよ。美的センスがあって、手先が器用で、その何でも上手にできるっていうね、外科医もいれば、やっぱり外科系のね、介助をつくナースでも手先が器用で、機転が利いて、適切なことができるっていうのはね、本当個人差があるなって思いますよね。うん、まあそんな感じですよね。あとはまあいろいろあるんですけどね、あとはね、まあ楽して稼げると思って美容のクリニックに入ってきたんだけど、実際やってみると
まあまあ辛くて、でちょっと辛いことがあるとすぐ辞めちゃうナースって、やっぱりどこのクリニックでもたまにね、まれにいると思うんですけど、そういう人も困りますよね。やっぱり新しいスタッフが入ってくると、その人を教えるためにですね、他のナースたちも一緒にね頑張って教えるんですよね。でそのナースたちはね、すごい優しく丁寧に教えてるんだけれど、全然覚えてくれなくて、なんだこんな結構大変なんだなと思って、で結局その3ヶ月のね使用期間の間に辞めちゃうってなると、そのナースがね教えるのもすごく大変なんだけど、頑張って頑張ってその子のために教えたんだけど、結局その子はねもういいやって辞めちゃうと、その子のために教えた労力、時間と労力も無駄になっちゃうんで、やっぱりその教えたナースたちもかわいそうっていうのありますよね。っていうのがありますよね。あとはね、点滴ができない看護師さん。僕はね、点滴はね、やっぱりちゃんと看護師さんでもできた方がいいと思いますね。まあたまにその看護師さんの中で点滴するのは看護師の仕事じゃないって言って、その点滴すること自体を拒否したりとか、覚えようともしないっていう人もいるんだけど、やっぱりね、点滴できた方がいいですね。その浴場シーンは当たり前なんだけど、普通にサーフロの留置シーンとかでも必要な時に点滴させるようにしておいた方がいいですよね。っていうのはやっぱりどんな医療でもやっぱ緊急事態ってあるじゃないですか。まあ美容だとあんまりないんですけれど、例えば何かね処置している患者さんがですね、アレルギーが起きてちょっと血圧が下がっちゃったって、その場合すぐ点滴入れて麻酔を確保して必要があれば薬入れるっていう時に、その医者がいてね、もう場合によってはね、その送還しないといけないって、で送還が先だってなって、医者が送還する間にその他にね点滴する人が誰かいれば分業して点滴してくれるわけなんだけど、そのたまたまついた看護師がね点滴できたらスッと入れてくれて、つないでくれてってやってくれるんだけど、分業ができてスムーズにいくんだけれど、まあその看護師が点滴できなかったら医者が送還して、その間に点滴、その後で点滴入れてって大変なので、やっぱり緊急事態にも対応できるようにね、点滴はねできるようにした方がいいので、まあ美容のナースでももし今までね点滴やったことがない、点滴できないっていう人がいたら、それをきっかけにねやれるようにした方がいいなと僕は思いますね。はい、まあ他にもねいっぱいあるんですけれど、あとはねその残業をすごい嫌がる看護師さん、残業ってねやっぱり嫌いだと思うんですよ。特に美容の看護師さんって残業が嫌なので、定時で帰りたいから夜勤もやりたくないからってことで美容のナース選んだ人がいるんだけど、そのどうしても残業になっちゃう時って稀にあるんですよね。その僕なんか常に残業にならないように時間配分してやって、看護師さん残業させないようにして、で自分は残業するっていうことはよくやるんですけど、看護師さんはなるべく残業させないようにするんだけど、まあ、よそのクリニックの先生の話聞いても、とにかくその看護師さんが残業するの嫌がると。でどうしてもねその患者さんによっては、まあ、終わり時間ぐらいになって、どうしても今日これやりたいっていう人がいて、じゃあ残業になるねって感じになって、で看護師さんにそのごめんね残業してって頼んで残業してもらって、そうするとその看護師さんもね、なんか用事があったのか分かんないんだけど、すごいその機嫌が悪くなって、態度悪くなって、って感じになって、でその患者さんに対してもその態度をむき出しにして、すごい雑に扱ったりっていう人がたまにいるらしいので、まあ、そういう人はアウトだと思うんですけど、まあ、もちろんね残業が嫌だから美容のナースを選んだっていう人が多いと思うので、そもそも残業自体をねなるべく看護師さんに負担させないっていうのは大事なんですよね。まあ、医者はもちろんその残業全然、まあやっぱり医者も美容のナース、美容の医者は残業したがらない人が多いかな。まあ、経営者だったら残業は当たり前ですけどね、経営者だけで残業するようにすべきだと思います。あとはねそうだな、あとその何でも何でもパカパカ開ける人、あれ困りますよね。例えばその医療機器ってさ、医療機械ってディスポーサブルなものが多くて使い捨てなんですよね。でも一つ一つが高いんですよね。なので本当に必要な時だけパカッと開けて使うんだけれど、何でもかんでもパカパカ開ける人、あれねすごい困るんですよね、経営者的には。結局開けて使わないってなると困るんで、例えばその手術中にこの患者さんの口の中吸引しようかなって思って、でもそんなに吸引する必要ないかなっていう時に、吸引チューブが必要になるかもわからないので、
念のために準備しておいて、開けなくていいからって言うと、分かりましたって言って吸引チューブパカッと開けちゃう人いるんですよね。あれはその吸引チューブを使うかもわからないんだけれど、使わないかもわからないから、いつでも開けれるように開けないで置いといてっていう意味で言ったのを、分かりましたパカーってね、何でもかんでもどんどん開けちゃう人、あれはね経営者的にきついっすね。それで一個何百円っていうのをポン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 ね、何百円何千円が積み重なっていくのは辛いですよね。そうですね、あとまあいろいろありますけどね、あと自分のことを棚に上げて他のナースとか他の医者のことの悪口ばっかり言う人とか、あとはそうだな、まあ部下を教える時にちゃんと教えない医者、看護師さんとかねよくいるし、あとまあ培養と病理の違いが分かってない人、まあ時々いますよね。まあ病理の検査出そうかなと思って、その病理の伝票を持ってきてって言って、培養の伝票を持ってきて、いやいやこれ病理だからって、これ培養でしょって言うと、培養と病理の違い分かるよねって聞くと、ポカーンとしてる人とか、それ困るんで、結構ねその美容でもね培養と病理出すんで、培養と病理の違いはねちゃんと分かっておいた方がいいですね。あとはまあ当たり前なんだけど、嘘をつくとか失敗を隠すとかね、これ絶対ダメですよね。まあこれもあとは当たり前なんだけど、その何か薬とね消毒薬をすり替えるとかね、こういうのも絶対ダメですよね。その麻酔液を消毒液とすり替えるとか、他の薬と消毒液をねすり替えるとかね、まあこれ当たり前なんだけど、これ絶対ダメですよね。あとはそうだな、まあ、あとまあ部下とか新人とか同僚をいじめるナース、これも良くないですよね。なんか足を引っ張って嫌がらせするとか、困ってるのに助けないとか、あと手術道具とかね、その嫌いなナースがやるときにその手術道具をねちゃんと準備しないで不十分にして、で医者につけさせて、医者がなんだできないじゃないかって、でそのナースを怒らせるっていうその作戦、まあそういう看護師さんもかわいそうだし医者もかわいそうなので、そういういじめはね良くないと思いますよね。あとはね、緊急事態に見て見ぬふりしてそれに参加しない人って、でそれも困りますよね。例えば患者さんがね治療中とかにねちょっと気分悪くて血圧下がっちゃってってなると、もうすぐにベッドフラットにして寝かせて、もう場合によってはその心電図と血圧計モニターつけて、で点滴も入れてってね、まあ、緊急事態になる時にもうそれに関わらないようにして、他別の仕事してるとか、そういうのもアウトですよね。まあ、とにかく緊急事態の時って何か他の仕事してても優先順位はそっちの緊急の方が上なので、みんなが集まってやれることをやらないといけないんだけれど、緊急だっていうのがね多分分かってるんだけど、それを気づいてないふりして自分の目の前の仕事したりとかね、緊急性の非常に低い仕事してたりとかね、まあ、そういう人ってたまにいるんだけど、それは良くないですよね。あとはね、例えばその美容のクリニック就職して、私すごいここのクリニックの仕事大好きです、毎日がすごい楽しいですって喜んでくれるのはいいんだけれど、全然仕事ができてなくて周りの他のスタッフナースたちに迷惑かけて尻拭いばっかりさせてるのに、それに気づいてなくてすごい自分を楽しんでる人ってたまにいるんだけれど、でもその人が楽しく仕事ができるのは周りのスタッフたちの不幸の上に成り立ってるんですよね。でそれに気づいてなくてすごい楽しいですって周りに迷惑かけまくってる人、それ良くないですよね。まあそんなとこですね。あとはね、その職場では普通に接してるのに、たまたま外で会うとすごい不愛想なナースとか、まあ、そういう人がいたら嫌ですよね。まあ、例えば職場では普通にね、まあ、こっちは制服着てナースもナースの制服着てって、まあ、普通に話して接してるんだけど、たまたまね街で偶然出くわした時で、そのナースがものすごい派手な水商売みたいな格好してて、でまあ会ったんで、ああこんにちはってどうもって言うと、ああっていう感じで、なんかすごい不愛想でわ怖ってなること、こういうのがなんか稀にあるらしいですね。なんかね、はい、
まあそんなとこですかね。あとは手術中の細かいことに関しては、まあ、やっぱ手術っていうのはあの常に手術を見てて次に必要なことを先回りして準備するっていうのをやるべきなんだけれど、まあそれがあのできてなくて、まあ、雑で、まあ、注射器の針の先潰しちゃったりとか、まあ、結局その注射針ってさやっぱり鋭利なものですごい細かく尖ってるんで、そのキャップを外すときにピッて引っかかるとその注射針の先が曲がっちゃって、で刺すときにうまく刺さんブスッとね痛くて患者さん痛がらせるってことがあるんで、あとまあ11番のメス歯の先とかも潰れるの良くないし、針付きの糸のね、針の先もなんか機械台の上で雑に扱って針先が潰れてて綺麗に引っかからないとかあるんで、まあ、先が尖ってる機械を丁寧に扱うことがねちゃんとできないといけないですよね。あとはそのなんかその手術中とかこの医者が次に何しようか分かってるよアピールを やたらする人、それもねやっぱり 困りますよね。なのでその医者がね看護師通さずに、看護師は何かやってるんで看護師さん通さずに機械台の上から何か機械を取ろうとすると機械台をグッと押したりとか、あるいは機械台の上にね機械を置くときにねまたグッと押したりとかね、あれはねすごい危ないですね。やっぱり機械台の上ってね先が尖ってるものがいっぱいあるので、基本的にその手術中って医者が術野を見てて、医者がね必要なものを何々ちょうだいって言って手を出してパシッとやって、でその間も医者はその術野を見てて、でそのままその機械を取ってそのまま作業するっていうのが一番効率的なんだけれど、まあ、そのちゃんと渡せない人だったらやっぱり毎回毎回その術野を確認しないといけないわけですよね。で実機械台の上もね針が尖ってるものとかねいろいろあるんで、それを置くときにそのここなら置けるなって頭の中で決めて置こうとするのをグッと押されると、あのそれまでその認識して計算しておかないといけないので余計に神経使っちゃうので、あの何か置こうとしたときは別に何もしなくて機械台動かさなくていいしっていう感じですね。あとその看護師さん通さずにたまたま医者がね機械台から物を取ろうとした時にそれにかぶせてパッてやるのもすごい危ないので、それ本当に何の得にもならないんで、そういうのもやめた方がいいですよね。あとなんかあのやっぱり手術系外科系とか慣れてない看護師さんなんかは何か物を渡すたんびにねいちいちお辞儀する人とかいるんですよね。そのお辞儀ってね本当は意味ないんでねやめた方がいいですよね。本当にその優秀なチームでやってる人って絶対手術中にねふーいとかねお辞儀とかしないんですよね、うん、なので手術中にお辞儀するのはね良くないですね。まあそんなところかな。まあ他にもいろいろありますけど、なんかもういいや疲れてきた。じゃあとりあえず今日はこんなところで、ご視聴ありがとうございました。あ、じゃあ勉強になりましたかね、このリクエストくれた看護師さんは。じゃあ、あのこんな感じでおしまいです。お疲れ様です。